クスマゲです。こんばんは。こんばんは。ギターのコウタです。ドラムの高中です。ボーカルのユッチーです。マンドリンの大輔です。ベースの武見です。6月5日に、ニューアルバム、レトライをリリースします。はい。大輔、どんなアルバムになったの？今回はマササックスパイセンをプロデューサーに迎えてね、うん、史上最高のアルバムになっております。なっておりますよね。はい、ぜひ聴いてね。ゆってタイトルに込めた思いとかなんかあれば。そうですね、デッドライオン、まあ、アマリリスっていうお花の好きな花で、この種類で、まあ、誇りを持って凛としてというような意味を含めて、まさしく今の俺らの心境ですね。いやパッション、まさしくレッドライオン、はい、一応今年が20周年みたいなんで、ね、20カ所ぐらい回ろうかなと思うんですけど、高田君、レッドラインはどこで買えますか？はい、ミックスマーケットの公式インスタグラムの UR 下の方かな、下の方に出てるところから買えるのと、あとは、タワレコ他レコードショップなどに足を運んでください。よろしくお願いします。お願いします。はい、でそれに伴ったさっき20カ所って言ってましたけど、1本目のライブは武見さんどこでしょうか？6月11日よし、はい、火曜日に、はい、下北沢シェルターで、はい、ベンサムスペシャルサンクスとスリーマン、スリーマンですね、後輩にお願いをしてね、出ていただいて、本当にまあKOJ な感じで、初日は、みんなでワイワイ盛り上がっていければなと思ってますので、 CD を買ってぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。閉まんねえこれ。待ってね。はい、